あ、もう始まった、始まった。はい、じゃあ豚小屋の酢豚です。はい、で、りにょりし、はい、イカとりにょりのイカがわしいラジオのりにょりです。はい、なんでこっち向けるの。あ、順番に。ホラボドのもみです。はい、豚小屋のアタックです。はい、イカラジイカです。はい、川崎です。川崎さん、私途中で来たよね。そうです。おらんか、おらんほうがいいやつ。これあのね、おかしいやん。これあの、軸が歪んでるんで。軸歪みすぎだろ。あの、収録が終わった後にとオープニングを撮ってる感じです。それにあるんかい。あ、ありますあります。これ A パート、B パートで、これ A パートなんで。オープニングです。 B パート長いですね。思いついちゃったみたいなことね。そうで、今回はこのメンツでやるんですけど、もみさんは途中で B パート途中で来ます。なるほど、それも言っちゃう。言っちゃう、言っちゃう、言っちゃう。そんな感じのラジオです。イエス。じゃあみんなで豚の鳴き声って言って、今回はもうエパートすぐ終わるんで。早いな。だって電池がないから。あ、本当に。もうチカチカカラータイマーみたいになってるから。はい、はい、じゃあブブ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 ゲストの人じゃない。アタックマンがカレーを履いたとき。うん、アタックマン。あ、ほんまや、アタックマンがカレー履いてた。ベロベロ。いつも履いてるな。年に3回ぐらい履いてる。いやいや、そんなもんない。いやいや、ワンカルビでも履いてたし。ゲーキャラや、ゲーキャラ。お酒飲んで、ワンナップ、ワンナップ。1回前ですよ。ワンナップ。ワンナップ落ちてんの。ワンテンが取ってないの。あ、じゃあ終わろう。はい、じゃあ。なんでそのリバース話をぶり返すんですか。リバース話するとね、ああ、なるほど、切れるんだよ。切れる。なんでリバース話をリバースするんですか。なるほど。あ、いいんじゃない。なんでちょっと照れてんねん。最初から言えなかったから、ね。そう、はい、じゃあということで、はい、B パート始まるよ。バイバイ。バイバイ。いや、おかしいでしょ、バイバイって。デジタルゲームの人間が流れてきてると僕も思う。もちろん、それは、それは確かに。うん、デジタル自体もね、実はその増えてるんですよ、同人活動で。個人作品制作とか、まあ、個人制作、うん、なんかゲームの個人制作はちょっと前からありますよね。デジタルの方でもあの洞窟物語っていうやつがね、うん、個人の方が作ったやつがもう世界中で売れて、パイオニアになったんですけど、あの人が多分メインですよね。あの人以降、個人で作った、で、今発表できる場がね、アプリとかあるんですよ。まあ、もうあれがめちゃめちゃいいんですよ、うん、個人でできます。今まで、ね、作ったものを売る場所がない。あ、そう、お金にしやすくなった。そうそう、素人がお金にしやすくなった。そう、アプリ作って出したら、うまいこと言ったら本当にそれだけで稼げるんで、うんうん、元を言えばマイクラフトもそうですもんね。そうそう、マイクラフトもそう。あ、そっかそっか、これだけブームになってる。だからデジタルはそういう元手がね、かからんっていうのもあるんですけど、うん、アナログはそこは違う。元手めっちゃかかりますよ。元手かかるし、売り方も結構ね、流通経路増えたとはいえ、うん、売れないし。そう、そうなん、売れたとはいえ売れないですよ、マジで売れない、うん、一発当たったから儲かりましたよ、うん、同人でほんまに100個売れたらほんまにバンバン剤。ほんまそうそう、あ、一部がね、売ってるからね、なんかすごい売れる感あるけど、そんなことない。全然そんなことない。同じ量が売れるわけないですよ。売れないよ、心配せんでも。あ、やっぱ印刷所さんに投げると余計にそれ厳しくって、僕らはその最初名刺印刷やったじゃないですか。あれでやっと半分ぐらいの利益で売って、で、やっと交通費がトントンぐらいで出たぐらいで売り切ってですよ。そうやね、きつい。あれがね、なんか100個ぐらい売れる空気になってるのが不思議で、うん、まあ、50個ぐらいがいいっていうふうには言われてますけどね、一番最初は。今正直ちょっとこう肩っていうか、もうお祭り感がすごく強くて、まあまあ、敷居が下がったのは悪くはないんですけど、うん、まあ、当たり職的にはもう心配してるんですよ、だから、うん、分かる、それはすごい分かります、うん、どうなることを心配してるのかさ。だからもう突然ドーンと伸びると、うん、すごい電池が急に切れたみたいに、うん、そう、ダメになる、へえ、いろんなのが出すぎて、うん、その結局雑なやつが増えてみたいな感じそうだね、そういうの雑なやつ言ってましたね。乱発や、乱発、いっぺんアナログはそれを通ってきてるって言ったら、 SF 業界が通ってるって言ってましたね。ゲームブックですね、ゲームブックがそれ通ってきたって言って、売れた時にもう蘇生乱造されて、すんごい荒いものとか出てきたせいで、それしか、それを初めて触れた人が、こんなもん離れていってしまったということが起こって、で、実は冒険会はそれが起こって
ってるんじゃないかとちょっと。だって同人ゲームが普通に例えばね、あの家サボとかに並んでるんですよ一緒に。で値段が1000いくらぐらいじゃないですか。だからそっち買うんですよ最初。小箱系買うんですよね。かさばらないし、初めてのプレイヤーってそれが同人かどうか分かんないから。それはその人らはボードゲームだと思って買うじゃないですか。で遊んで面白くなかったらこんなもんかって。だからね、荒いのを供給したくない。わかる。まあそれはすごいね。わかる。やっぱ同人って結局これ何回も見てますけど、ゴーサイン出すんで自分らじゃないですか。そうですね。それが難しいなっていう。結局だ、別にその、ね、面白くなくても自分面白くて出したらいいんですけど。結局同人誌の世界とかって同じことやってるわけじゃないですか。そうそう。いやもう出すから同人やる。その同人なのに同人じゃない感じなのが嫌なんですよ。そうですね。せやは同人を普通に売ってる小売りみたいな感じで扱うのが、うん、同人やから好きな人が好きな風に買って、お互いまあ大体トントンぐらいな感じが同人の感覚、半分やからね。専門店で普通に買えますからね。しかもちゃんとした印刷業者さんに頼んでパッケージングして箱とかめっちゃ綺麗じゃないですか、アートワークとか。みんなあのチャック袋で売ったらいいんだよ。確かに。だからゲームマーケットも小売りと半分を分けてほしいもん。あそれがもう一緒くたやもんね。そう。で、境目なんか。でも結局作ってる側もその作って赤字になるときついから流通に流すんですよね。まあまあそうですよね。吐きたいから。吐きたいから。ずっとだって家に段ボールで売っとったら 見れば見るほど辛いから。辛い。原価かかってるし。そうですね。だから流れるんですよ。手放したいやろ。いや、採算取るの何の問題もないと思うねんけど、それは利益は出すのを目指すべきですね。だからその同時でそのまあ嫌ない作ってんからみんなで楽しもうよぐらいのレベルのところを大事にできてないような気がして、そのまあ荒く作って荒くみんなにちょっといい機会から見てもらうとか、そういうのも僕的には必要やと思うねんけど、ちょっとそういうのがゲームマーケット少ないかなみたいな気分。だから知った絵画研究家を僕すごい推した理由はそこにあって、あれでいいと思うんですよ僕は。全然逆に確かにああいうの減りましたからね。そう、あれ少ない、本当に少ない。次の知ったかもね、ちゃんとするしてまうけど、まあ、別にそれはいいじゃないですか、元が。いや、そのちゃんと一回成功してるものをちゃんと作るのがいいと、まあまあ、初見じゃないか。そうそうそう、だからある程度結果が出たものを、まあ、再販するとか形で。名古屋さんは結果出したから、まあ、そうか、デラックス版として、まあ、悪い言い方すると見た目だけ良くして、それはやっぱりいろんな方言われてますよね。実際あるんで、いきなり勝負するのは僕はすごいいいことだと思うんですけど、もちろんね、そうそう、別に最初やから、絵も作んなとは言わないですよ。すごい、なんていうんですか、下のレベルから始めるとは言わないですけど、その感覚がね、固まってない状態で売られるのが嫌だな。いや、だから極端な話であれでしょ、もう花から面白いゲーム作る気がなくて、先行売り逃げを目的とした人が、有名イラストレーターに例えば絵を頼んで、出して、わっとその時だけ売って、はい、さよならって去ってしまうっていうことが起こり続けると、もうほんまにあかんすね。それは絶対やったら。こんな人多分いないと思う。いない、今のところはいない。今のところそんな市場じゃないから。そのまず儲からないですよね。そう、悪い奴らが儲け楽して儲けれる市場じゃまだないから、一応でもカタログがね、なんかダフ屋が出たってこの間聞いた。カタログですか。去年ぐらい、そう、カタログがダフ屋が出て、ついに、ゲームダフ屋出たか。ちょっとずつそれになってきてるんで、なんか枯れ山水ボーライとかもあるね。あれのせいで多分ね、今回カタログ形式変わったんですよ。そうですか。サークルマップ付きとそうじゃないので値段を下げたんですよ。はいはいはい。ああ、そうです。いらん人は安く。あでいっぱい吸ったはずなんですけど、それでも確かにだいぶはけたって、去年ぐらいからねダフ屋出たっつって、あの東京の方で売ってるやつが、あの買うよ買うよって言ってた人いたらしく、そんなマジで。でも金はやっぱ一応動いてはいるんですよね、ちょっとは。ただあの荒く儲けることではないですよね。めっちゃ頑張ってやっとすずめの涙の利益が出るぐらい。だから枯山水だって結局多分ね、そんな儲けてないですよ。業者の人らやってない、買いと儲からなって思ってるはずですから、あー、なるほど。いやめっちゃ原価かかってる、手間がすごいし、手間すごいし、クオリティすごいし、手作業ですからね、あれ人件費のこと考えたら元8000円ぐらいになって
買って、そのヤフオクだったとか1万5000円で売って、どれぐらい売れてるかって言ったら、手間考えたら意外とね、転売屋としても全然美味しくないから。話に聞くと、メーカーは5000ロット一撃で作らないと、作らないって決めてるっていう状態の採算の取り方。しばらく出ない。ゲームゾーダーさんはね、あそこは硬派なとこやから。なんかその本当ゲームを広めるための努力をすごいしてくれてる感じがするんですよね。そのあんな感じになったから普通結構止めたり、ちょっと問題になったら止めたりするとは思うねんけど、とりあえず200個ずつは作ろうと、あの買ってくれてる人がいるから作ろうっていうその心がすごい。メーカーとしてはオタク寄りなメーカーなんで、変なことはしないと。どうなっていくかって話ですよね。そのパンピー寄りになればなるほど、その同人誌とかそういうとこで起こっと問題近い問題が起こってくるって話ですよね。もう軽くっていうか楽して儲けようとするとか、そういう話、うん、そこまでの市場になってれば、まあ些細な問題になってるかもしれないですけど、そこまでまずなってないから、うん、いや僕そういうのもあってもいいと思うんですよ、うん、幅が狭いのが嫌なんですよね、うん、その広く間口を、うん、そういう人もいれば、うん、荒く名刺レベルで作る人もいて、うん、すごい綺麗に高級なものを作る、すごい時間かけて作る人もいてって、うん、いろんなパターンがあって初めてゲームマーケットってしていいと思うけど、うん、今なんかみんな小売りって感じで、うん、それが、ね、よくなってきましたから、ね、それがねちょっとそのだからいっぱいブースがあっても選択肢がそんなにない、うん、なんか作る側としてはやっぱそうせなあかんというか、最低限でもそのレベルに行かないと手に取ってもらえないっていうのがあるんですよね、うん、どこ見てもみんなそうやから、チャック袋で売っても僕らはラジオっていう飛び道具があったからまだいいけど、それがないとこはめちゃきついと思うんですよ、うん、結局同人誌って中見れるじゃないですか、うん、中見れるから評価がすぐできるんですよ、うん、けどあのルールゲームってルール分かってやってみないと分かんないっていうレベルなんで、うん、あのコンポーネントとかが今良くなっていっちゃって、それが先行しちゃってる時期に入ってると思う、うん、その初心者の方がボードゲーム買う時の基準ってやっぱりその前評判がおもろいかおもろないかで買うんですよね、うん、特に僕やってもそうやったんですよ。初めて買ったゲームって一応レビューサイトとか見て、あこれやったら大丈夫やなっていう風に買うんで買ってたんですけど、同人って結局それができないから、うん、ほとんどが新作で、うんね、やっぱりそのアートワークだったりとかそういうので勝負せなあかんっていうところは分からんでもないんですよね。口コミがいいように強いしね。そう口コミが強い本当に。だからラジオっていう媒体とその相性もいいかなと思うし、強いと思うポッドキャストの宣伝の方法。いやでもポッドキャストは正直ね、あのリスナーは多くないです、多くないです、うん、めっちゃ狭いですから、うん、確かに多分100分の1ぐらい。すごいですね。だってポッドキャストはね、自分で検索して聞かんとダメですからね。そうそうそう、ラジオみたいにね、こう自然と流れてくる。テレビとか、ああいうの自然と耳に入ってたりとか、目で見たりとか、ニコニコでランキングとかに載ったらね。あ、確かに。けど、ちょっとボードゲームマーケットの手前とかは、聞かれる需要が若干増えてるような気がある。まあまあまあ、その情報収集の。上手にどんなゲームか紹介してたら聞いてみよう、うん、サイトとかゲームの紹介で音声流れてたりとかするとやっぱり聞いてみようかなっていう、ほんとねちょっとの情報でも欲しいボードゲームの情報、うん、まあでもあれですよ、だから今後あの買う側がね育っていかないとね、買う側が今ライトっていうのが、うん、その見た目を重視して売るっていうのは結局見た目で買う人を向けに作ってるわけであって、中級者を育っていかないと、だからルールを読んで面白そうだから買う人っていうのを増やしていかない限りは、はい、それは見た目優位ですよ。でもやっぱ新規がその参入してきてる時期だからこそコンポーネントが綺麗になるし、そうじゃないと読めないしっていう、なんかこうね、でも実際だったら、そう前回のゲームマーケットとか見てたらね、はい、重毛増えてきたでしょ。重毛増えてきますの。バッティングゲーとかばっかり、ラブレターゲー、人狼ゲーとか、あれを超えた月がちょっと増えてきたじゃないですか。シマンチョとか、あんなもろね、ちょっとプレイ時間長めやし、ね、スチームウォーズとかね、だからいい傾向、そうそう、だいい傾向だなと思った、はい、あの、うん、そっちに行ってくれてるのはすごい、あれはすごい、あのもっと中級に1回1、2時間かかるゲームっていうのを同人で、いやけど大変やけど、あれは多分ゲームマーケットだから初めての人らじゃないと思うんですよね、うん、1回目2回目とか来て他のゲーム会行ったりとかゲームした人らが来だしてるっていう、だから1回しか来ない人ら向けに作ってたら多分そういうゲームは簡単なゲームくれるんですけど、何回も来る人らがね遊ぶ方のレベルが上がると多分遊ぶゲームになるから、
重量級はあれコストめっちゃ高いですからね、作る側から見たら。いや、とんでもないでしょ。とんでもないですよ、うん、あれは相当作るのに相当なあの度胸がないと、度胸と資金がないと。いや、だからこそ中級、中上級、中重量級ゲームをロロロロロロロ作ってもらえたら買える、逆に採算度外視レベルで作ってるなって分かるから。枯山水はもろそうですね、うん、あれ一般の人は手出さないですよ、あれ、うん、あの値段だと。でも好きな人はあの値段出しますから。分かってるというか、そのもう原価とかも分かってて、あの値段であんだけ売れたのは確かにすごいことなんですね。うん、買える。だからもっとこう僕らみたいな中級上級プレイヤーがしっかりと打ち込みを、財布の紐ガバ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 チームガバガバチームが増えないとダメって、そういう人間がやっぱりゲームの紹介を上手に下ろしていくっていうか、紹介していけるから、そのこの値段なんやでとかいうのも教えれるし、もっと紹介とかしっかりしていかないと。あれなんかもね、だから枯山水の売れ方見たときに、あれがもし値段が半分で、うん、もっと大量生産が瞬時に効くものだったら、もっと多分売れてたと思うんですよ。うん、4000円ぐらいで、正直ですよね。うん、あのだからそれができてたら、うん、もう今の日じゃないぐらい、多分あれ枯山水に関しては本当に、あでもな、入手なんていうのもちょっとあんねんな。そうですね、手に入らない、全然入らない、品薄感ね、あれもちょっと品薄感はだいぶ加速させた感じしてますよね。そう、それも大事やね。うん、結局すぐ手に入ったらそれでブームっていうか、あの話題性が一気にピュッてなくなっちゃいますからね。微妙なその手に入らなさ感、うん、ね、あれ偶然ですけどね。そう、あれは偶然、たまたまそういう環境になったからっていう、あのギリギリがね、あのマニアにはそそるんですよね。でもね、あれね、テレビ見てあこれ面白そうってなった人が値段見たらほとんどの人聞いてると思います。うん、聞いてる、聞いてるって、いやちょっと変われへんって。値段も結構ボードゲーム2,3,000 円ぐらいが出せる限界みたいな。普通の人は話したら 3,000 円したら高いです、ね、同人で 3,000 円出すって結構冒険ですからね。だからメーカーのクメ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 クとかこの前職場でありましたけど 1,000 円ぐらいは重そうって、いや、そんなもん、そんなもん、そんな感じなんですよ。プロとかが 1,200 円で買えるんで、そう、あのうのがな、やっぱ大手がね、やっぱりそのめっちゃ安くて出してくるから、めっちゃでかいボードでコマいっぱいついて、コンポーネント山盛りで 2,000 円 3,000 円でボンボン出してくるから、そんなわけないよね。そうやね、選択肢に入らないよね、まあ、それはボードゲームで知ってる人らだとね、面白かどうか分かんないものに知らない人らはそこと比べますからね。それは制限と比べて高いので、さっき言ってた、もう採算絶対取るために5000ロット以上作るとか、その値段はそこまで上げないとか、コンポーネントがね、どうしても大量に作らないと安くならないっていうところがしんどいのかな。そうそう、そしてその大量に売れない、さばけない、人口がいないから、結局ね、割に合ってないよね。やっぱり結局分母増やせって話なんやな。うん、その中級者も初級者もやけど、例えばさ、中上級者向けに作ったとすると、下の方の人たちって結構たくさんいてて、こうなってるやん、ピラミッド型、ピラミッド型、こうやってるね、逆ピラミッドやってるけど、きっとこうピラミッド型になってきてるから、徐々に、あとはあの買うか買わないかわからない層みたいな、なんかピラミッドにも入ってない人たちも取り入れるなら、きっとそこ向けにそれは作るよなって思ってしまうけど、だもっと硬い、確実に面白いと言われてるゲームの数量を俺増やしていかなあかんなと思ってて、だからに面白いと言われるゲームの数量、だからそのポーンがついてたら買いやすいやん、あの買う資金めっちゃ下がるやん、それをあの日本ゲーム大賞とかそういうのでやりたいんやと思ってんねんけど、今のとこなんかあんまりいいイメージを持たれてない感じ。どうなるかな、ゲーム大賞がどうなるか。いや、まあ責任持って、その、ポンやったらその協会があるわけや、それ決めるとこの協会、そこのところやから大丈夫ぐらいまでの権威を持たないとやったらあかんことかなとは思ってて、で、なんか、マジやで、入っとるで、違うか、アタック君だけで多分気づいてへんのいつの間に、いや、川崎さんも多分分かってる、だから、
あんまりカサカサ言わさないで、だから、うん、ボリ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 だからそういう日本の対象ってどうしていくべきなんかなって思うけど、なんか権威がなかなかつかないやん、まだ、うん、だから結局何選んでも文句出てくるしな。あ、やっぱそうなんかな。絶対、絶対そう。そう、うん、けどまあだってコルプトエクスプレスやって、うんうん、まあまあそれは言われてる、てか毎年やわ、毎年はこれかよみたいな感じ、はいはい、俺らの会話でもあるから、ね、けどまあ例えば各メーカーのそれなりの方々とかを集めて、うん、その平均的に見た、うん、だからこの会社のこの人、この会社のこの人みたいな感じで、うん、そのバランスよくそういう委員会作ってもらって、うん、それでやってもらうっていうのやったらまだ文句はあっても安心感あるっていうか、まあけど面白いだろうぐらいの。なんで権威がつかないかってどっかと癒着してるんじゃないかとか、なんか不安感があるよね。やる時って新しくできたようなショーってやる時ってどっかがとんがってやっちゃうから、それもあかんと思うし、どこ主催でやっちゃうとか、そうじゃなく本当にフラット、フラットにはならんけど、まあ、いろんなところからの、うんうん、チョイスして、チョイスした人間の意見聞いて、うんうん、一番じゃあ利益を求めずに、やっぱりボードゲーム界隈のいろんなところから買いつまんだ人たちが、うん、もうボランティアのような感じで、そこはね、やっぱ金絡んじゃダメなんだよね。いや、金回らなあかんねんけど、金絡んじゃダメっていう方は、最終的に自分の利益になるかもしれないけど、うん、まずはそういう気持ちで、いや、業界全体をまず温めなあかんねんけど、それができてないなっていう感じはするなって、だからどっかがとんがってそのまま突っ走って潰れちゃうっていうパターンになる、はいはい、それは確かに。その辺のやっぱ整備ですよね、結局のところ、その審査っていうか、ボードゲームを審査する機関の整備っていうか、対象っていうかね、そういう名前をつける賞を作るのであればですけど、だからフラットな感じ、見た目だけでもフラットな感じにしてもらいたい、うん、なんかあの人怪しいでって言われないようにするためには、うん、怪しいのはしゃあない、怪しいのはしゃあないけど、はい、怪しいけどこれなら許せるっていう、はい、このラインナップの人らやったらっていう、多分ボードゲーム大賞も年間ボードゲーム大賞そうやん多分、あそうなんかな、まあ、海外の事情って全然分からへんけど、いや多分やで、俺も分からへんで、もしかしたら超フラットなのかもしれない、世の中そんなことなかなかないからけど、多分ずっと20年30年権威を持ち続けてるというのは、それでもやっぱりみんなが、まあ、8割方認めてあるみたいな状態だと思う、うん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 、それでそれを日本で作れるかやと俺思ってて、で日本人が海外のボードゲームいいよって決めてもいいやん、その日本やから日本製のゲームやとかそういうのじゃなく、もう全部見て、うん、ただある程度やっぱりそうやってあの審査するためには、あの区切らなあかんのじゃ、世界の全般のボードゲームっていうわけにはいかへんやん、うん、いやどっかこの範囲から選びます、まあ範囲は決めてもええねんけど、なんか広くやってほしいな、うん、できるだけ広くやって、だからもう日本の流通レベルとか、うん、日本に来た、日本語化したゲーム、日本語化したゲームでもいいな、うん、それでもいい、え、その今ってこれニコニコ動画のやつやろ、うんうん、あれって結局どの範囲から、そのニコニコ動画としては何て言ってんの、あれ知識が全然ない、ごめんけど多分全体的にやってるんちゃうかな、やってるんが俺ゲームマーケットチャンネルのこと、うん、あれってあれどアーグライブがやってるよね、うん、でもゲームマーケットチャンネルとは別な、そのニコ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 のボードゲーム、ニコニコ界隈でゲームマーケット系のゲームを審査して、ゲームマーケット系ってことは同人のってこと、ね、そうそう、ランキングをつけたっていうところまでは知ってる、うん、でもどんなそういうのまでは全然わかんない、うん、私やめよう、日本からその日本からドイツのゲームこっちに来てる分っていうので賞を決めれるぐらいに権威持ってほしいなって思うんだけど、うん、日本がもっと海外に頑張れてくれてた、うん、もみさん、なんか言うてます、うん、いや、あれどうしたの、ご飯食べてんの、結局な、ボードゲームがその子供の遊ぶもんという誤解を解かんとか、いや、それね、難しいんですよ、うん、実はデジタルゲームですらまだそのイメージ持たれてるんで、うん、まあ、ただ僕ら子供の時からやってきて、そんな奴らがもう40、50になってるわけじゃないですか、うん、まあそうです、ね、僕今後年取って僕が多分老人ホームとか入る頃には、うん、老人ホームが多分デジタルゲームあふれてるやってるわけ、なるほど、そうなった時にはもう多分
遊びの一つとしてやっと認められるから、ね、だからそれぐらいのスパンで考えないと多分トムシンが FPS やったと思う。いや、もうでも時代は考えられるんだよ。後ろじゃーって話おもろいおもろい絶対いいと思う。だからそれこそボードゲームとか老人ホームでみんなで遊べる感じがね、うん、それはすごい楽しみだな。子供の頃、僕らが子供の頃はもうコンピューターゲームも子供のもやったわけなんだけど、それがもうどんどん年齢層が広がっていて、僕らの成長とともにかだから、ね、年齢そのまま上限に近いもん多分、うん、そうそう上限が上がっていってる。遊び続ける人がいれば多分そういう文化になるんですけど、子供の時にしかね遊ばないものだったらそういうものになるんですけど、僕らが遊び続けてれば多分、うん、そうじゃない。だからボードゲームもねそんな感じで上限上げていきたい、あ年月をかけて定着化させていく。だからそこなんです、長期的にもうちょっと見たいな。今結構ね1年でなんとかジュンといってるし、そのすごい焦ってる感じがすごいだけど、焦るのも分かるんですよね乗らないとこのビッグウェーブにみたいな感じなんですよね、うん、作る側もそうやし、やってる側もそうやし、僕とかやっぱボードゲーム始めてゆっくり買うんじゃなくてドバーって買ってるんですよ、うん、もう面白すぎて次から次にやりたくなるんですよ。あの供給もすごいし、いや俺ほんまねこの供給の時期にハマらんでよかったと思う破産する破産する。だって供給レベルが1万円くらい出せば月買えてたんよ、だから出てるゲームの全般がね、俺全部買えてたんよ。すごいその頃全部買えてたっていうその価値観が、その出る数も少ないから、出る数少ないし、うん、もう出る数少ないからそのメビウスさんの半分かい、うん、泊まる時あったの。この月は半分かいらしいっていう時期があったの。今やったら半分かい毎月どんどんいきますからね。足りへんそもそも。いや、メビウスさんもメビウスさんが仕入れるもので半分かいしたいみたいやから、その逆にチョイスが難しくなってあるとは思うんだけど、絞りにくそうですね。そうだから食さんとか翻訳する方って常に新しいのを見続けてるから、そこまでとトリックプレイのシーカーさん、まあ、そうですよ、独自に輸入とかしてみたりしますし、いやシーカーさんでバネストの中野さん、はい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 、だってコンセプトだってあれシーカーさんが面白そうやからって言って、うん、最初個人輸入しちゃったんですよね。そうそうそう、個人輸入コンセプトは結局賞取ってるからね。そうそう、結局賞取りましたからね、すごいね、うん、あの人目利きがすごい、目利きはすごいですよ、目利きほんまにすごい。あと何でしたっけ、なんかゲームも割と早い段階に入れてたしな、うん、ザゲームザゲーム、うん、びっくり、あ、そうですね、ザゲームやな、うん、あ、なんか初めて会った時にはなんかめっちゃハマってるなボードゲームっていうぐらいの人やったのにだって僕らやってラジオ始めてまだ半1年経ってないのにドバーって1年経ってないよね、経ってない経ってない、駆け足ゲーム始めたもん俺もう4年3年ぐらい。でも何かをその制作に入るとなんかすごい勢いでやりだす。だからこの1年やばいこの1年はやばいこの1年はあの ドリームドドドの1年ですよ。ドエラのドリームですねこの1年は。で結局なんか今急激にそうなってるのが怖いって言いながら僕らがそれを結局やっちゃってるかなっていうか、うん、なんか言ってること半分、うん、矛盾してんな、矛盾というか、いや、そう電話なって電話じゃないよな、あ、電話じゃ着多分、あの、ペガさんがペガさん、4時半ぐらいですね、ほんまや、だからみんながブーって一斉になったからあー、そうだよなって、あの、多分みんなのそのツイッターのメッセージに一斉に入ったらちょうどいいんちゃうな、はい、もみさんもそれぐらいになりそうだよ、ね、来たじゃん、もみひこ、もみひこ来たな、ちょっと感慨深いあれもう、うちも歌最初に流すやれるわ、皆さんみたいにパクリやんすか、ね、しかももみさんもパクリちょっとだけモノマネのモノマネパクリなんとかな、こう歌うおみちゃんのそっち行くよ、いやだからネガティブなことは言ってるようなコーナーすごいいや今日どんなこう収録するかめっちゃ楽しみなんですけど、個人的には、うん、だって詳しくは聞いてないでしょ、あやばい、というか思いつきですね、というかもう
モミさんを神格化しすぎてて、あかんすよ、あかんかん、もう、なんて、どんな人か覚えてない。お久しぶりです。あ、お久しぶりです。大丈夫です。あ、イメージ、イメージ、お待たせしました。イメージと違った。こんな、そんななんかあれだったっけ。すごい、もっとフレッシュなイメージ。おっさんしかないですよ。おっさんはしかない。その荷物ディスられてるわ。ディスられてるわ。ディスられてるわ。これもおっさんの意義にまとめられてしまった。あ、トークなんかフレッシュさないわ。若いはずやのに。若いはずやのに。いくつだったっけ今、23? 23っすよ。国連は今年で23っすよ。若いしね。ディスターファーでかっ。でかっ。でかいでしょ。ディスターファーでかい。トランク1個分。エリカさんゴミ。俺はゴミではない。前から言ってるやろ。あ、これ今ちなみにこれ入ってるんで収録中です。あ、ほんと、はい、何の収録してるんで。もみさん、はい、これ久しぶりです。あ、久しぶりです。いや、もうすいません、なんか挨拶より先になんかあれって言ってしまった。収録してるなら言ってよ。お疲れ様です。あ、お疲れ様です。あ、お疲れ様です。あ、もう本当に来たことも言ってなかったですけど、気づいてる。分かってるやろなと思って、チラチラここ見てたんで大丈夫やなって、あたここだけが気づかなかったんで。ちょっと上に上げたけどいいな。そうそう、いや、普通にあのボードゲームトークが本当に熱かったんで。熱くないよ。いやいや、めっちゃ熱かったですね。流れるようにもみさんのセリフ聞けただけでもう来たから。いやー、幸せも、幸せも。そっか、イカさん会ったことないでしょ。いや、2回目です、2回目です。いつ会いましたか。え、あの、大阪ハゲームワーです。あの時、あの時ですよ。あの時僕いなかったと思ってるんですよ。僕、ショックすぎてこうなれてた。言ってない、言ってない。ハゲさんと一緒におった。あまりにも、いや、僕か、影薄い状態で自分でね、隠れてるくせにね、そうそう、見つけられへんかったら悲しいわ。めんどくさいね。ここ、めんどくさいね。ここ、めんどくさい。大丈夫です。ネガティバーはめんどくさいから。かまってちゃう。ちょっと私のことも言ったでしょ。かまってちゃうみたいな。かまってちゃう。いや、けど構われなかったら構えなかったらネガティブだだけやから、元に戻るだけや。ネガティブトークだ。で、構われた構われたで、うまいことやり取りできなかったっていうので、またこうネガティブ。めんどくさいな。つまり結局ネガティブだから。何言っても結局そうなるんですよ。けどポジティブなっても、うん、結局ネガティブに変えていくから。でもやっぱそのネガティブをだからパワーにできてるのがいいじゃないですか。モミさんとかも特にそうじゃないですか。急に振るな。ちょっと待って、あと10分ちょうだい。ナンバかりやから。そう、ナンバから歩いてきちゃって。いや、オフィシャルもですよ。あ、ナンバから。あ、結構。ここ最寄りが南海ナンバーで。一応。確かにナンバなので、永遠に行けないです。梅田からは永遠に行けないとこに行けなかった。全然戻ってないよね。7分ぐらい、10分ぐらい。JR で一回ここまで行く。移動して、から来れるんですけどね。移動して、難波から。いや、歩いてきましたよ。川崎さん、なんか、こんな、なんか疲れてる風貌でした。今日ね、午前中ちょっと、自治会の手伝いやってましたよね。もうリアル体力労働で、あんなしんどいと思わなかった。なんかちょっとこうお手伝いして終わりかなって。本当ですか。むちゃくちゃ力仕事すると思わなかった。1年分の労働。トラックに荷物積んで一緒に乗ってけって。うわー、うわすげえ。ブロック運んで。うわブロックっつって。ブロック、あのコンクリートのブロックっつって。巨大するから。でも似合いますよ。いやいや、全然全然。僕なんかよりもっとこう、ガタイのいい人だ。確かにね。あ、なってて、まあ、すげえなと思って。デスクワークじゃこうはならんわと思って。あ、デスクワークなんですね。本業教えてもらっていいですか。本業、本業は机座って、パソコンカチャカチャ。あー、うまいこと言ったな。一緒です。一緒です。大体今の僕もそういう意味では一緒です。大体の仕事は座ってパソコンカチャカチャ。座ってカチャカチャ。座ってカチャカチャやります。俺だけやで、暗黒暗黒ね。グツグツつって。あれ、誰もノットフォーミー T シャツ着てないじゃない。だって、買ってない。買ってない。買ってなかった。ノットフォーミー。モミさん、買ったんですか。買ってない。やっぱ振り込みがめんどくさくて。まだ間に合いますよ。いや、この人は。間に合わない。何にも間に合わない。今日結構いろんなところでイベントしてますよね。そうそう。札幌の金沢、そうそう、東京の三鷹で、もうかぶりすぎる。かぶりすぎる。やばい、今日、金沢行ってないことバレてしまう。京都っていうことは秘密です。もう言うてもどこにバレんの。8月9日に撮ってるのカット、カット。カット、カット、カット。
そっちの地理的な関係でちょっと地理的というか交通的な関係でちょっといけんなと思った。場所的にだいぶ分散してるからいいじゃないですか。いやもぐもぐうるせえな。それでもパチ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 。もぐもぐの大阪名物パチパチパチや。もぐもぐの。寝てるし。自分のその油のついた手を服につけないように。手のチョップみたいな。手のチョップみたいな。なんだかれは今ようやくフレッシュさが出たの。本当にあパチパチパチあれが分かんない。刺激機会はアーテーションもし話しかけない。あれが分かんない。聞こえるように言ってる。いやいや聞こえるわそれ。報告いらんから困ったけどね。ムーさん何時ぐらいから収録しはるんですか。収録ですか、はい、収録はまあペガさんが来られたら4時間ぐらいに来はるみたいな本当に感じなんで。てか久しぶりやな、みんなと会うのも久しぶり、なんか毎週のように。あそうですね、なんかスカイプでミーティングしてるから、あなんか安心感のチャラさっすね。そう、まあ、いや、なほみこんなんやったっけ、確かに。いや、元からやって。なんかイメージをね、作れてしまって。もう少し落ち着いてたから、大阪も。こういうことや。川崎さん、言ってくださいよ。チャラさが増してますよ。そんなことないよって川崎さん、言ってくださいよ。まあ、でもこれあれですよ、防御みたいなもん。これ防御みたいな。この見た目はね。ね、ネガボー、ネガボー。ネガボー。中身だいぶひねくれてますからね。ねえ、ね。川崎さんね、そういう時はね、笑顔で言ってください。そんな悲しい顔で言うのやめてください。ガチ感。ガチ感半端ないやん。そんな人だろうなと、うすうすは思ってたけど。そうでしょ。酢豚さんとも。話を聞いてて、あれ確信したんですよ。いやでもアナとやっぱりこうスカイプで話とかするんですよ。イカさん、モミさん、うん、僕3人で話するとひたすら穴掘ってますからね、この2人。ずーっと穴掘ってますよ。超ディグだった。超ディグだった。で、なんか2人ですごい共感し合ってる。モミさんの場合はその反動が完全に出てるでしょ。反動、ネガティブな反動が出てくる。なるほどね。社交的になってる。いやでも僕はそのネガティブをそのパワーにしてるところがやっぱ素晴らしいなって思って。なりたかったなぁ、もみさんになりたかったなぁ。俺完全にネガティブパワー全部に押し込んだ。大丈夫。失敗した、外交の方に力入れない。いやでも僕別にそれが悪いとは思ってないんで。やっぱり、それあれよ。いや悪いよ。みんな違ってみんないいですよ。みんながわーってなってたら、ね、そんな深みのない世界になりますよ。世界滅びますよ、多分。確かに。この辺がこう深みを出してるという。そう深いか。多分石器時代で止まってる。俺らみたいな思考やったら、うおー、獲物を取れ。濃厚作業絶対せえへんもんね。もう人の頭からこんな広がるの。カマスだけ買って生きてる。長いでこれ。今日安心感。今日バッサリカットなんでいろいろ。本当に多分いろいろ。本当にこの人何も言うことなくなるんじゃないかしら。あこれ一番最後に1回切って、最初の自己紹介だけ取るんで。なんだ。全身のさ言いたい歌の言いたい言いたい今日合わせた今日こそ合わせた。これほんまに今日すってボタン入れたんで、自己紹介も減ったくらいもダメです。またかね君。またギリガシだ。大丈夫です。僕頭の中でドゥッドゥッドゥッってなってる。聞いたこの前のホラボド内で口ずさんでたの。あ聞いてました。ありがとうございます。ドゥッ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 。そうずっと練習してたんで。申し訳ないです。ずっと練習してた。元は振り読み。そう。俺が作ったわけじゃないのに。でもそのドゥッドゥドゥッドゥが豚小屋やっていうことに触れなかったです。そうね、まあもうみんな聞かれる。分かる人だけ分かる感じ。いやでもそれで言ったらやっぱてー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 懐かしいですね。懐かしい懐かしい。本人でしょうよ。自分ですらもう忘れてなんでフリー音源やばい。かぶり音源もそれってなる。もうフリーゲームでなんか勝負勝った時の BGM なんで説明が。そうなんや。あれ結構いろんなとこで。そうですね。この前 DMM で AV の紹介見てたの、それやったらホラボーの曲がかかって全然良くない。ああだからすり込みが。ああホラボーってなって。俺も似たようなことありました。始まる。いっちゃう大ショックやった。どの曲はメインテーマ。メインテーマメインテーマがないから。あとはエロくはないんですけど、あのイカラジの
てっ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 てはどっかで聞きましたね。どっかかよ。いや、エコもないとか言うやろ。エコもないけど聞いて。何やねん。もういかなちやんけこれって思いましたすごい。すごいな。朝振り感やばい。フリーの曲やばい。全くボードゲームと関係ないから。優しいな。優しい。みんな優しいっていうか関西のノリ。ああそう。そう。もうねホラボだったら完全に無視して次に行きます。マジで。拾いまくりますよ。この辺の下の方のこれが知ったか。ストリームというか。なるほど。そう、そういう精神性で作られるのね。関西のノリを作りたかったんでしょ。知ったかのあのシステムっていう。またそうやって関西ノリをどん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 で、知ったかは関西っぽいノリがあるみたいなのを出しちゃうと、関東の人は変わらなくなるでしょうよ。いや、仕方がない。仕方ないことないよ。中道先生も言うたら関東の方じゃないですか。まあ元々京都ですけど、なんかちょっとそういうの苦手って言ってくださ言ってたんですけど、なんかめっちゃおもろい。言ってくださってたのを、こちらが言ってくださってたのをこちらから。いやいやいや。いやほら問題でなんかすごい面白いって言ってくださって。あそう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 。ありがとうございます。でも確かにね。いや関西乗りの理論を分かってない人が多いけど、あえてルール化されるとあこういうことなんだって分かってもらいたい。逆に優しさでできてると思ってから知ったかって。あのフォローがね、フォローが生きてる、ね。そう、関西のノリっていうのは優しさでできてるんですよ。バファリンですよ。しつけ。いやだってすごい関東の人買ってくれないとかやからちゃうねんっていうのを。もうちょっとバスで8時間後にこれは辛い。申し訳ない。朝からでしょ。朝から朝6時から早朝に乗ってはるわと思って。朝からバス何何それそれ何それ何それ大バーチャー朝からバス。いや朝からね。わからんかった。どんどん雑になる。どんどんみんな拾ってくれるからもうボケ雑でええわ。あかん。いやだからダメやん。でも11月はわけですよ。もくちゃんとも。あ、ほんまそうですね。そうか、ロキちゃんマジで？そうですよ。ゲームマーケット来るんですか？ゲームマーケットの前日会にも来られるので。おーやばい。ということは、あの絵が合ってるとか。明日スーパーリニューやからね。明日スーパーリニュー。日付かかすんじゃなかったですか。川崎さんも行くんでしょ。川崎さんもゲームマーケット、あの自動販売機のために行くんですね。行かないです。行かないの？行きましょうよ。神戸、来年の神戸。ちょっと待って、二人でイチャイチャしてる。ちょっと酢豚氏と川崎氏がイチャイチャしてる。でかい大人たちがイチャイチャしてる。ちょっと、あと片番二人しないか、ちょっと。二人と、次回。よくあれよ、30過ぎの。30過ぎの。巨人キャラも酢豚さん持ってて。え、身長いくつですか。そうだぞ。いや、なんか中学校の結果が小さな柔らかいですよ。ヤギアスの13がでかいんですよ、僕。13だから、大きい人、僕より大きい人は僕大きい型でいじるっておかしいでしょ。そんなもうそこはイメージが。いや、オーラが違う。一昨日潤さんと遊んでましたけど、全然違いました、やっぱり。そんなことない。優しさがあった、潤さんには。マジでないんですか。川崎さんにはもう狂気しかない。そんなに。お城建てるレベルの。そんなに最高だったっけ。いや、本当ですよ。うわ、いいな、聞いてられるわ。聞いてられるわ。俺、完全にリスナーの一人に。壁にめり込んでるし。ここいいんすよ、ここ。知らんけど。ラジオで分からんけど。この角、角。角っちょにね。角っちょにね。写真届きました。角いいよ、その写真。すごい角いい。無秩序かよ。いや、もう、モミさん来たからもう楽できるな。そこにディスターバー持ってきたんですか。あ、そうですよ。すげえ。ありがたいでしょ。まあでもできないと思います。なんだって。これいつから撮ってるの。わかんないです。僕ら遅れたんで3時ぐらいに着いたんですよ。3時過ぎかな。だから私らも遅かったんで、川崎さん寝てたんで。川崎さん寝てた。まあね、お疲れですからね。お疲れっすよ。完全家モードでしたから。川崎さん家遊びに来たの。お邪魔します感がすごかった。そうそう、すいません。猫どこってなりそうです。ジャガーはどこだ。ジャガーはどこってなる。猫かわいいな。ロベット9は。いや、猫飼いたいですけどね。何匹いるの今。3匹。3匹ジャガーとノートとあと誰。おぉ、ジャガーとノート。それで完成してる。ジャガーノートと完成してる。ジャガーとノートと。ジャガーの。おぉっつって。おぉ、違うやん。
スローバック返し雑な寝ながら突っ込み違うやん、どうせ見えてないから、見えてない、あ、本当ですか、見えてないからいやでもやっぱこんだけ集まったら動画で撮りたいしね、やめてほしい、顔出し OK のモミさんだけで写しとけ、いや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 、いや顔出し OK なこの二人なんでそうや、リノリさんももう普通に、古田さんもええやろ、別に俺全然大丈夫です、大丈夫って大丈夫、大丈夫大丈夫大丈夫、顔面ベッキーに似てるけど大丈夫大丈夫大丈夫、相当相当って書いてある、相当相当って書いてある、マスク持ってくるんじゃない、あ、確かに豚の豚マスク持ってきても結局カメラないから一緒やん、いや、ウェブカメラ借りれる、ウェブカメラ借りれるんで、そこからツイキャスできる、いや、スーパーニーじゃあ今回同時に動画にしよう、あー、今回これを今から、だから俺も豚の鳴き声これでバイバイっつうから、うん、今からスーパーニーの動画で撮ったらええやん、ええやん、いやけど俺モーミーリニョ聞きたいな、ないのモーミーリニョ、あ、モーミーリニョないっすね、今までモーミーリニョ聞きたいな、モーミーリニョちょっと 今やってくださいお前やってください雑いや、モミさんにはぜひ、まあ、出演交渉しないとって言ってたんですけどね、あ、スーパーリニョ出てください、ね、出てほしい、絶対やるんでしょ、だから、この感じで いくら積んだらいいんですか、あー26,000円リアルやな、あ、結構半日やな多分ね、日給結構でかいよ、カリブモミさん使おうからかなり高い、ラジオ上で交渉するってありでしょ、確かに断れないから、断れない、半端ない今のくせならなんとか準備できるかなって思ってしまうぐらいやん、ギリいけるな、今のくせならなんとかそれで出てもらえるなら、もみさんにとっちゃもう走ったからですか、今のくせ、まあね、うん、まあね、まあ、ね、けど4ディスタンパーぐらいでしょ、なんつったの4ディスタンパーなんて言ったの、半分のも俺の予算で、なるほど、確かにだってこの収録を半分生放送みたいなもんでしょ、どういうこと、だからだってもうほぼノーカットですからね、いやカットしよう冒頭から大体カットしていこう、いやまあ生放送だとね、本当にダメなこと言った時にほら流れちゃうじゃないですか、ダメなことはもうモミさん言わないでしょ、モミさんは言わないよ、いやいや言うよ、言って怒られたりするよ一応そうだね、あ、その話を今する殺されるわ、殺されに来ましたからね、いやでも出てほしいね、うん、出てほしいね、何よ、9月のスーパーリニョ、スーパーリニョって何ですか、まあ、2時間ぐらいツイキャス、ツイキャス体験してみませんか、そもそも生放送ってどれだけの需要があるんですか、あ、急になんか怖いこと言ってた、その時間帯にそうそう、はい、暇な人が聞いてくれる、生なら聞こっかな、生がいいっていう人もいますよ、おいリアルタイムで、あとこだけカットしてくれよその部分だけくれよ、あえて聞いたらええな、何人さんで何人ぐらい聞いたっけ、100、瞬間36とか、そう、瞬間でなんかトータル100ぐらいは瞬間的に聞いてる人はってっていう感じで、その後録画をじわじわみんなが、その時聞けんかった人が聞いていくみたいな感じです。昨日もね、伊達あずみさんの中道さん会、それはみんな聞いたの？見てたの？1分知らんかった。どうぞしてたんや。昨日俺キミキスしてた。キミキスか。キミキス。ああ甘がみや甘がみや。甘がみしてた。懐かしいなしかも。一瞬見て、鶏の尻尾だなと確認した弱り、いや、出かけなあかんかった、あら、もう、まじ、ね、そんな、え、モミさん見てた、全然嘘やん、振っといて振っといてか、なんかしてた、あー、モミさん、そもそも生向きじゃないですね、生向きじゃない、ね、生好きだよな、生はそんな好きじゃない、生好きだよ、今のところだけカットしてくれよ俺にくれよ、それまで出ましたね、いつの話をしているの？いつの話？のってネットに残ってるでしょずっと。ああいいか。ちょっと待ってちょっと待って。あれ録画残ってないですよね。録画残ってないですね。録画は残らないです。貼ったろう思ったんですけど、なかった。貼ったろうと思った。貼ったろう。データ保存してるんですか？なんと無理。あれだから、あれはそれってダンテコさんのやつですか？もうだいぶ前ですね。ね懐かしいですね。懐かしい。でも写真とかよく落ちてますよ。
写真はね、いろんなところに、まあどこに落ちてるかは言いませんけど、いろんなところに落ちてます。ご尊顔はね、ご尊顔、ご尊顔、ゲーム説明してるとこの写真とかって、ああそうですね、ちょこちょこ遊び遊ぶとかね、あれ言っちゃっていいんですか、いいですよ、だったらもう出てますもん、みんな寝てるから、うん、ね、あれみんな出てますね、全員出てますね、わかりますよね、誰か誰か、もみひこ出てるわーって、でもあの人はね、拡大してそれだけ貼るやめろや、やめろや、そこだけ切り取って拡大して貼る、やめろや、お任せください、お任せくださいね、技術班どこに乗ってくるんですか、生放送出てくれない、生とかね、スカイプとかね、まあ、ちょっとそっちは基本出ないし、佐々木さんに言われたんですよ、もみさんはそういうのをちゃんと会って対談するのをポリシーとしたらいいって、かっけーと思って、まあ、まあそれ前に言われたあれー、私はそれを今まで守ってるんですよ、先生ゴーサイン出してくれたら OK してくれる、いやだってほら、実際僕がもみさんと話したいなってことでもう、うん、いやスカイプはちょっと、まあまあまあスカイプはね、いうのはだなんか根源的に憎んでるんですよね、スカイプ親の肩聞いてる、親殺されたスカイプ殺された憎んでるレベルの否定をされる否定してる否定してる、ちょうどいい言葉を拾ったんですよね、たくさん喋った中で、やっぱり収録終わったとガチトーンでいや生はちょっとみたいな言われるパターンね、言われるパターンね、生はね緩やかに言われる、最後エコーかけてあの、ガチトーンでちょっと生はちょっとみたいなあの時の俺の言い方ちょっときつかった大丈夫ですか、楽屋裏いや、実は裏でいい人後で言わせてよなんで今言うんですかフォロー怖いな、難しいな、楽しいですよ、たまあの、うん、ダイレクトに反応が返ってくるそれが一番のね、うん、すごく楽しい、これを拾いながらね、できるっていうのが面白いな、ね、いやダメージでかかったわあ、そっちはね、聞きましたよ、ちょこっとだけやめてください、ぶっちゃけスーパーリニョは聞いてないんですけど、聞いてないですか、スーパーリニョのクオリティを聞いていただいたら、もう全然、いやもうスーパーリニョはクオリティ低いですね、スーパーリニョのイラストが怖いもんだって、今回大丈夫です、今回イラストなくなってる、えぇ、なくなってる、すぶたさんと、イラスト2人分書いてますけど、リノリのイラストなくなったんで、怖さが半減してます、なんで怒られたのなんか、いや、リノリのイラストは写真になりました、あいや残念ながらツイッターに画像が落ちてたんで、落ちてたんでいや、この子も自身がもうネット上に晒してたやつやから、いや、髪の毛切ったって言ってあげた写真になりました、ビフォーアフターって書いてあって、なんかちょっとイラッてしていや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 、なんでアヒル口やねんって思ってアヒル口してたの、アヒル口してた、いやいや、可愛く、多少でも可愛く写ろうとするじゃないですか、女子だからね、女子ならね、ビフォーアーやめたっていや、もうあれはね自撮り上手ですよね、やっぱり女の人上手やな、自撮り上手ですよ、いや、褒め言葉でしょ、うまいねぐらい、いや、うまく撮れてるなと思って、自分でなかなか撮られへんわ、自撮りあの、本人も褒めてあげて、いや、本人ももちろんいいけど、それを上手に撮れてるな、これですわ、今回のスーパーリーダーフォローすごいすごい、やるやでしょ、なんか上手に撮れてるでしょ、ゴムさん、モクソーさんと会ったことあります、モクソーさん会ったことないです、あ、今度のスーパーリニョンはモクソンさんで、そうなんですよ、その顔を似てるのかどうかを知りたいです、知らんなどうだろう、ということは11月ってやっぱり判明するんや、なんか前ゲームマーケットで来てたみたいですよね、前のゲームマーケットなんか来てた、あの誰かの隣やつけて、誰かの隣、誰かの隣やって挨拶してる、あ、ちゃうわ、大橋さんのね、そう、大橋さんの隣やった、はい、ボドバラの隣にいたらしいです、ボドバラ、うん、書いてました ね、 ね、で、あの時仲良くなったそうやな大橋さんがあのテレビ関係に来ちゃって、分かったから、うん、ミーハーやな、ミーハーですね、僕ね、モクソンさんは相当ミーハーだと思って明日、ねほりはほり聞こう明日ゲームマーケット出たんでしょ、かなりのミーハーであの人は結構謎は多いんですけどね、確かに自分でも2杯も吸収されてくるスーパーリニョにいや、だって出てくださいよ、いや、まあ、人の輪を広げるためのスイキャスなんで、まあ、いいな、お前ちょっと広げてないみたいじゃん、じゃあいやいやいや、ポッドキャスト広げて、さんの広げ方はすごいっすから、私らなんか泳がないぐらい最初からすごいから、こっちはどれそんなことない、一歩ずつ進んでいってる、そうやって持ち上げるけど、ここに追わす川崎さんが第2回で出たから、そこからですよ、うわー、思えば、出へんほうがよかった、おっす、おっす、いや、
だから そういうこと言うじゃないですか、はい、だから僕が出なくてもこうなってたって、うん、ならないですね、うん、ならないならない、やっぱあそこのタイミングで川崎さんが許可得てなかったら、許可してくれてなかったら、まず毎週更新ではなかった、隔週でしたからね、あ言ってましたね、隔週、ね、はい、隔週でやるって言ってたけど、もういきなり2週目のチャンスはたまたまですね、これ守るかみたいな話ですよ、しまったな、おかげでもうポッドキャストサイボーグですよ、まあ、最後おかしなってますあそこな、うん、そのためにどこでやるといってあそこが身を切ってますからね、いやもうターミネーター川崎としてはもう過去に戻ってアドバイス俺を止めないこっちサイボーグだ、こっちマザーコンピューターそれ司さっとうやつやろマザーコンピューター今から何日か後にモミというやつからダイレクトメールが無視するんだ何言ってんだこいつ誰だいいか分かったな過去の自分に I'll be back それを聞いたがゆえに返信してしまうんですよ誰だろうこの人だったら誰だろう、そうだから結局俺が来たせいで歴史が変わってしまう、あーやっぱね3の展開ですよねある種ホラーあかんねん話しても変わらへん変わらない変わらないあれがいやありがとうございましたしまった利用されたんですかでも最初はやっぱり利用しちゃいますね。どういうことや最初は利用しますビッグネームに割と早い段階でやっぱホラボトさんにも裏も出てもらってて、やっぱりそのなんだろうホラボトその時もすごかったですから、うん、そうやわ言うたら戦国時代やっていうのを言い始めた頃ですよ、持ちつもたれつやら私が言ったんじゃないからね戦国あれ誰どこが始まりなんですかね、あれだろう、えでもやっぱり広めたのはモミさんですよ、いやあれなんかヒカルさんじゃない、カノザクニさんかもしれない、なんかね、カノザクニさんだったな、 あそう、カノザクニさんっぽい、うん、そっちか、でそうですね、戦国時代自体はでも間違ってなかったな、急に番組増えたから、うそうですね、でその後なくなったじゃないですか、なくなった、何の話が、何が、ボケ暴言、あのタイミングで終わって、そうや、そうや、なくなって、ドドドドドって、僕あのタイミング何あれでも僕らはほんま完全偶然ですよ、めっちゃ文句言いたいわ、誰にあれあれぐらいやってた時あったら多分やめてなかったのかな、そうなんですか、今やりましょう、こそめっちゃ寂しいもん、だってあれなんで終わった後にいっぱい出てる、またそう言うて今の大江さんと吉田さんがまたあの人言うとまた言うだけ言うて結局今こそ今こそのその2人言われると弱いいやでも本当に再開しましょう、同期が欲しかった、あいや同期必要だと思います、ね、あのやっぱりね、そのライバルじゃないですけど、もちろん仲もいいんですけど、あのラジオはあんだけ頑張ってるとか、その目標であったりとか、ね、今の人らそういう人ら同期が多いんですよ、ありがたい、うち同期どこや、同期は一緒に始まったのアナログゲームナイト、そうそうそう、うん、だから大王子さんとか、そう、じゃあもうボロ負けやな回数全然負けてるから、ね須田さんとこがどこと一緒やった、いや僕らはねかぶってなかった、かぶってないっす、うん、でもやっぱ2ヶ月3ヶ月の差なんで、ね、だって3ヶ月後ぐらいよね、そうなんだ、だからまあ2014年組みたいなところが、そうそう、いや2014年がすごいのだ、だから2014年後半組です、ね、2014年に始めたかったんですよ、だから僕らあの12月の末ぐらいに始めて、そう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 、もうすぐクリスマスみたいな時期なんで、14年組はほぼ残ってるんですよ、まあ、終わってる番組がない、2014年、13年組はもう半分ぐらいなくなって、コラボでも2014年ですよね、14、5月、そうなんですね、そうそう、14はすごい、のし上がり方がすごい、のし上がり方が何でかを踏み台にしてる、2年経ってないぐらいですか、1周年、1年は経ってる、まあまあ確かに1周年は経った感じ、ね、それは確かにね、うち1周年何しよう、1周年な、でもコラボのクオリティが低かったら僕らはもうやっぱりね、そこまであこんだけの更新ではやってるの絶対で、こんなにインタビュー絶対行ってない、あそれは引っ張り上げられてる感はあるよね、なんか週に1回ぐらいの更新必要かなっていう、引っ張り上げられてる感じ、毎週更新がデフォルトになってるのがまずおかしい、おかしいってやっぱり違う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 、いやでもそれを見せたら、もう一つ一つのマザーコンピューターからの信号を受け取らなくなったの、毎週更新はすごいですよ、
本当に。いや、あのね、クオリティでみんなですよ、だから。クオリティ？更新頻度の高さはすごい。毎週更新できてないんで。僕らはもう10日1回とか2週間でも結構、でも月3ぐらいだから。まあ月3ぐらい。うちは3週間に2回。そんな感じで3週間に2回。月3と月4はだいぶ違いますよ。しかも、あのこれ何回か言ってるんですけど、通常回ゲスト、通常回ゲストの、はいはい、このミルフィーユがやばいんですよ。ミルフィーユミルフィーユたまにミルフィーユ失敗してゲストあれ、あのボビさんが心身ともにあの死んでる時だっていうより、あのゲスト連続になる場合は基本的に通常回が取れない時なので、通常回が最も疲れるんですよ。あゲスト回よりゲスト会の方がこっちが料理して向こうが美味しくなって終わりだけど、通常会は本当に女子ばっかりでしょ。もう自由だから、もう本当に途中でもういいや喋りたくないとか、何もう今日でやめるとか、今日でやめる、喋ってもらって、それ逆に聞きたい。毎回カオリンけえへん、カオリンけえへん言うて1時間半とか遅刻してきて、それでもプッて言って始める僕のね、この何ですか、パーソナリティ力、パーソナリティ力高い。やばい、俺カオリン側や。イカさんは来ないです。イカさんは基本的に来ない。女子かよ。俺もね、女子かよ、女子かよ。カオリン側やった。カオリンさん、じゃあ電池1個になってきたんで、うん、これは終わりです。全然してなかったの。いや、一応電池あれなんですけど、まあ、炭酸ですか。炭酸なんかな。あ、残念だ、ガガガガガガですわ、パブリ。まあ、まあ、でもいっぱい取れたかは。ネミ捨てたい。ネミ捨てたい。これバイバイって言った後、最後に取ったけど、これ使えないでしょ、これ。え、どっかスカウトしてほしいとかあります。あの、最初のあの、ゲーム普及動向みたいな全部取ってください。ああ、バッサリ、バッサリ。あれ、一番聞きたいところでしょ。いや、川崎さんがそんなん言う、珍しくないですか。どうしたんですか。いや、撮ってるけど、もうええかな、喋って。あー、ほんまがどついたのと思ってたんですね。俺今、産地ガクー下がってる。キークルースンデンやで。あーって言いながら、あーって言いながら、やばい、産地ピンチ。いや、まあ別にいいけど。はい、まあというわけで、もう終わりです。うまいことやって面白くなるよ。面白くなるよ。面白いです。だって後半だけやったらもうサイボーグの話しかしてないマザーコンピューターっていう話しかしてない。サイボーグ。じゃあちょっと今からガヤ用の笑い声取って、あの幼少時に入れといて。確かに確かに。またそんなこと言ってとかね。最初やったらさ、おもろいわとか、それを適宜入れるっていう。キーボード入れるとか、幼少時とかなるよ。どうってやつ。川崎さん、脱がんといてください。おいおい、ここで使うんだ。使いどころない。じゃあ、 あのやる前に一回渡します、データ。マジで。ね、ここ来てたし、出てた、ガチ顔でのガチ顔でのチェック。でも何とかして使わせてくださいの顔。多分ね、マジこと言ってないと思う。言ってないと思います。ダメ、負けちゃう。ダメ、負けちゃう。このゴリ押し、いつもやられるんだ。僕は言いました。どっちの味方なんですか。どっちも味方や。まあ、後で渡します、データは。データはありがとうございます、ということで。はい、というわけで、マスキーは大丈夫ですか。大丈夫ですか。豚小屋の酢豚と、豚のエナタグと、あ、じゃあ川崎から。川崎とみのりとイカとホラモノモミでした。バイバイ。バイバイ。多いんやな、終わり。